ミコン全ソフト実況。どうもタブヤンです。今回は久しぶりのアドベンチャーゲームですね。遠山の金さん、スペース城、ミスターゴールド、プレイしてみたいと思います。何か英語でオープニングデモ画面出ております。このゲーム、遠山の金さんが原作なのかな。まあ原作というか、もう遠山の金さんって言っちゃってますけどね。オマージュなんでしょうか。登場人物、主人公ミスターゴールド、要するに金さんですね、が主人公の近未来アドベンチャーゲームになっております。ワクワクしますね。なんかたまたまね、ゲームショップで見つけましたので、これ持ってなかったんだよね。ファミコンソフト1150本持っておる私ですが、50本ぐらい持ってないんだよね。そのうちの1本でした。せっかくなのでね、ご縁があったのでプレイしてみたいと思います。いくぞ。少々お待ちください。カチカチ言ってるね。久しぶりのディスクシステム、動いてくれるんでしょうか。それが一番心配だよね。いつなんかこう何時ね、読み込めなくなるかもしれません。ご了承ください。前の人のプレイのデータ消そうか。よし、行こう。楽天は入らないみたいだね。タフヤンで行きたいと思います。説明書はちゃんと読んだかな。ヒントがあるよ。持ってないんですよね、これ中古のね。この左の上のディスクシステム見てもらったら、なんかファミコン通信オリジナルディスクラベルって書いてあるけどね、秘技のメモはないですね。ないです。説明書なしでいきたいと思います。ここは未来、人類はコンピューターエドと5人の執政官による御賢者制の下で平和に暮らしていた。わあ、なんかありそうな設定だよね。5人の執政官、ひらがななので読みづらいのはご容赦ください。しかしスペースコロニーのウェドバーは独立をモットーとしていた。もう宇宙に人類は住んでる時代なんですね。そして地球、下町の酒場、フレンストクラブでミディがピアノを弾きながら歌を歌っている。このゲームのヒロインみたいですね。ミディ、ミディまでもひらがな。フレンストクラブでミディの歌を聴いていたゴールドのところへ、昔ゴールドのお育て役だったタローザがやってきた。もう皆さんついてきてますか。登場人物3人目、タローザ、ミスターゴールドの教育係みたいですね。ファイアーエンブレムで言うと、もうマルスの教育係ジェイガンみたいなことですかね。話をややこしくしました。タローザはゴールドの父レトクラードが最近御賢者を襲っている暴漢にやられたことを告げに来たのだ。レトクラードっていうのが主人公の父親ですね。急いで病院に行ったゴールドに、父レトクラードは幽霊にやられたと言い張り、それ以上を語ろうとしない。父レトクラードは誰かに襲われた。おう、いや俺は幽霊にやられたんだと何かを隠してるみたいですね。外に出たゴールドはタローザを問い詰めるが、彼は1年前タローザとレトクラードが
コブコニア事件の責任を取ってエドバーから地球へ戻ったことしか話さない。まあ、お奉行さんっていうか、エトクラードはそういうお奉行さん的な役割なのかな。現代でいうと警察なんでしょうか。おお、その時ゴールドとタローザを暴漢が襲い、タローザもまた重傷を負う。あ、命は助かったのか。これゴールドですかね、主人公。サムネイルにしようか。逃げる暴漢に向かい、ゴールドはもろ肌脱いで桜吹雪を見せる。この桜吹雪を忘れるなとゴールドは叫んだ。虫の息のタローザからゴールドはオブコニア事件のただ一人の生き残り、オニール・シャケイオの写真を受け取る。オニール・シャケイオ、オブコニア事件。皆さん、後でまとめますから。彼はスペースコロニーフェドバーにいる。ゴールドはオニールに会うため宇宙のフェドバーに向かった。ゴールド、地球から宇宙に向かいます。気軽に宇宙に行ける時代なんだね。 B 面に変えてください。はいよ。オニール・シャケイオというやつをが唯一オブコニア事件っていうのを知ってるから、それを聞き込みに行くんだね。ここはスペースコロニーフェドバーの宇宙空港である。ゴールドはいきなりミディの歓迎を受けた。やっほー、ついてきちゃったい。なんでまた。だってゴールドのことが心配なんですもの。始まりました。ワクワクするね。ここでちょっと登場人物整理しましょうかね。さあ、もうね、人物相関図作ってる間にフリーズしました。大丈夫かな。先が思いやられますが、こちら遠山の金さん、スペース上ミスターゴールド人物相関図、探偵神宮寺三郎からね、熊野警部に来てもらいました。主人公ミスターゴールドの父レト・クラードがオブコニア事件に巻き込まれました。教育係のタローザも襲われ、ご賢者なる者がいますけど、ラスボスなんでしょうか。オブコニア事件を唯一知るオニール・シャケイオというやつをね、追いかけていきましょう。ミディと共に行くぞ。さあ、話す。ステーションホテルが取ってあるから一緒に泊まろうよ。それともどこかに連れてって。車を借りてあるからさ。俺はね、忙しいの。とにかく生き残りのオニール・シャケイオを探し出さなくちゃな。せっかくチャンスだと思ったのにな。部屋で待ってるからいつでも来てね。まずはミディをあしらってと、周りを見た方がいいのかな。見る、周り。ゴールドが辺りを見回すと、駅に着き物のケオスクが目立たないようにあった。お姉さんがニコニコとゴールドを見ている。ケオスクね、売店ですね。ミディを見る。私綺麗？そんなね、ことしてる場合じゃないんだ。ケオスクに移動したらいいのかな、これ。話す。あ、ミディとじゃなくて売店の人と話したいんだよね。移動か。ケオスクね。はい、ミディさよなら、また後でな。ケオスクさん、何をお求めですか。所持金 200F、 観光地図、道路マップ、国土地図、キャラメル。いやー、どうする。これお
金なくなっちゃうんじゃないの。まずはちょっとせんべい買いたいよね。国土地図、観光地図、国土地図か、これ国土地図と、キャラメルね、はい、よろしいですか。はい、お金を出さないと泥棒ですよ。話す。あら、さっきのお客さんまだお求めですか。あー、もう、全部見せる写真。あ、この人オニールシャケイヨですね。買う必要なかったオブコニアの生き残りですよ。あ、そんなに有名なのこの人。オニール話す。それだけ。いや、ちょっと場所をなんか情報知らないですか他に。あ、それだけか。やっぱり自分で地図で見るしかないのか。あ、またフリーズしたー、なんてことだー。あ、ケオスク戻ってきました。何をお求めですかと。あ、これやり直せるね。うん、じゃあもう何も買わずにせんべいだけ買うか。はい、せんべいよろしいですか。はい、見せる写真。これディスクある程度時間が経てばあれなのかな。でこっからだね。移動ロビー見る。せんべいうまそうじゃん。見る周り、ゴールドがあたりを見合わすと、あ、キオスクね。はい、キオスクだけ。あ、セーブできる。よし、セーブ。あ、ちょっとセーブしておお、セーブ戻ってきました。ゴールドはミディの借りた車に乗った。十字ボタンで航路コンピューターに座標を入れてください。え、何それ、十字ボタン。え、知らないよそんなの。え、これで地図がいるっていうことか。座標がいるの。見上げると街並みがパックリ割れてミラーに映る太陽が見える。スペースコロニーならではの風景である。ん？ミディ？ちょえー！いきなり何者かがゴールドに切りかかった。え、何こいつ。え？あ、セーブ？こまめなセーブやっていきますね。戦う貴様タローザをやったやつだな。タローザ？知らんな。いずれにせよ貴様の親父を恨むんだな。なんだと？なんか音楽なくなったね。どうやら何も知らないらしいな。今少し貴様の父の悪行を調べてみることだな。待て、待つわけがない。ハテナハテナは逃げていった。周りを見る。見上げると街並みがパックリ割れてミラーに映る太陽が見える。スペースコロニーならではの風景である。あ、また車で移動か。いや、これきついね。これ地図いるんじゃないの、やっぱり売店のえ、左、あー、こういうこと。何これ全然わかんない。適当にやろうか。 N の10の E の70。なんかちょっとバグるのは何なんでしょうか。あらま、いや、これはまずいね。全然
移動。あ、これ無限ループだ。一個ずつ行こうか、じゃあ。うわー、こんなゲームなんだ。あー、もうね、座標がわからないのでまた最初からやりました。おっと、なんか変わったね。あの売店でね、分かったんで、全部のアイテム、全部のお金使って買うと、なんか展開変わりましたよ。おっとっと、ごめんなさいよ。ゴールドが立っていると、いきなりおじさんがぶつかってきた。うわ、どうもすみません。おや、見たところ地球の方ですね。なんだこの人。失礼しました。やっと地球から戻ってきて嬉しくって。もうこの人ニュータイプなのか。宇宙に住んでる人ね。これ読みます？面白い記事があるんですよ。おじさんは手にしていた雑誌を差し出した。見る。おじさんというか、おじさんを手にした雑誌。あ、撮るか。ちょっと待ってね。やめる。撮る。どうぞ読んでください。雑誌をゴールドに渡すと、おじさんはそそくさそう歩き去っていった。あ、セーブできる。よし。今回の戦いはもうディスクシステムとの戦いでもあるからね。見る。その雑誌見ましょうか。雑誌には、エドの手先レト・クラードはスペースヨットのオブコニア号にブレンマツの人々を招き、わかりづらいな。事故に見せかけて暗殺したのだ。証拠はないが、地球エドの介入でフェドバーの独立は奪われたのだと書かれてあった。ほんほん、フェドバーっていうのは、スペースコロニーの人たちのことだね。なんだか機動戦士ガンダムのジオン軍みたいになってきたな。見る。周り。ゴールドが、あ、ケオスクね。セーブすると音楽がなくなるっていうキャラメル。まあそうじゃん。まあ、非常食として残しておこうか。移動。街の中。よし、行こう。さあ、車、これ見れるのかな？え、ちょっと待ってよ。座標。え、90の70がデフォルトなんだ。ちょっと、デフォルト行ってみる？というか、雑誌に載って、雑誌というかね、地図買ったんだけど、状況変わらないのか。あ、ここに戻ってくるのかい。あ、なんだよ、これ右やったじゃない。なんかあったな、この、オトピアとかでも、2画面目。いや、もっと下余ってるでしょうよ。地図、観光地図、道路マップ、あ、全部見れるの？あ、国土地図から見ようか。国土地図。あ、何これ。ちょっとメモしとこうかな。忙しいね、スタッフ。N30? まあ、何かがここにあるっていうことだよね。E110、それから N のマイナス、マイナスもあるんだよね。マイナス70、E100。はい、N のマイナス60。30か。OK。まだあるのかい。N の80。E20。N の90。E70。いや、何の脈絡もないな、これ。E20。はい。嘘でしょ？ N の80、E110。こんなにあるの？N の80、E110。なかなかのシステムだね。E60、N のマイナス90、E110 か。ちゃんと書き留めておくと便利ですよ。もう他の地図も見ますね。道路マップ。
30E110、 あ、これさっきと一緒だな。 N のマイナス 70E100、 はいはい、あ、これ2つだけ、あ、 N の 80E の 20、 N の 90E の 70、 これも国土地図に載ってたね。 N の 30E の 20、 はい、 N の 80E の、何の動画になってんのこれ。あ、まあ、国土地図だと全部載ってる感じか。全部は買う必要なかったってことか。観光地図だけ見とこうか。観光地図 N の 30E、 まあ、ここは観光名所ということだよね。そうなるとね、 N の 80E の 20 で、観光地に行くべきか、国土地図に載ってる方に行くべきかだよね。うん、全部一緒だね。 N の 80E の 110、 N のマイナス 10E の 60、 うん、あったあった、 OK。 じゃあ結果国土地図だけでいいっていうことだ。よし、移動しよう。どこから行こうかな。まあ、結局行く場所は 1,2,3,4,5,6,7,8、 9つあるからね。私の地味さ加減をね、見せてやるぜ。1から順番に行こうか。 N の30、これどうする、あ、E の110ね、行くぜ。座標さえもらえればこっちのもんだぜ。ディスクシステムやっとフリーズしなくなってきたね。いけるいける。お、なんだここ、あ、なんか草薙剛さんみたいな人出てきた。モンド、私はオスモンドという中曽根を知っている人に会ったことがあり、竹下と握手した人のいとこを知っているほどのものなんだがね。中曽根総理と竹下総理をちょっといじってんのかな。はい、よくわかりませんが、地図に載っていないところへ行ったかい。行ってないです。車の移動は大変だがくじけないでくれたまえ。いや、地図に載ってないとこってやめてよ。そんな、それだけ頑張ってね。何それ、それだけ家、やれた家だね。モンドさん、パッとしないおじさんだね。取るものがあると思うかい。機嫌を取るとかね、いろいろあるでしょうよ。あ、ちょっと待って、あ、これコマンドも右側あったんだ。いや、知らなかった。じゃあいつでもセーブできたんじゃん。いや、でもこの子はちょっとガンガン移動していこう。ちょっとメモしていこうかな。ここモンドさんの家ね。どんどん移動しよう。いや、乗ってきたね。ついに。ついに操作始まりました。皆さん。熊野警部の顔じゃなくてね、みんなの顔を知りたいよね。オニールを探しております。どこだオニール。次はマイナス70の2つ目ね、マイナス70の E100。 まあベタに行くでしょうよ、上から、ね、ひねくれた人は下から行くだろうけどね。私はもうオーソドックススタイルで行くよ。なんだこれ、見る家、普通の家だな。調べる家、ん、女の子がいるぞ。おお、誰だこの人は。やあ、こんにちは。あ、かっこいいおじさんだ。おじさん、お兄さんと言ってほしかった。まあ仕方ないか。どうしたの。見せるだよね、写真。あ、知ってる、オニール鮭魚だ。
話す。それだけ。見せる。あ、キャラメルあげたらいいのかな。ちょっとキャラメルは見せようか。わあ、私甘いもの大好きなんだ。ありがとう。あのね、プレンマツにはベリルっていうお姫様がいて、地球に亡命したそうよ。どういうこと？ちょっと待ってね。プレンマツ、ベリルっていう姫がいて、地球に亡命。そうなんだ。キャラメル役に立ったね。そういうと女の子は元気に駆け出していった。あー、もうここには何もないだろうね。よし、女の子ね、いました。いや、このゲーム楽しくなってきたな。3つ目いきましょう。全部で9つね。N のマイナス60の E の30ね。いこう。ガソリンなくならないかな。心配ですね。ディスクシステムの調子も心配だけど。リット。やあ、こんにちは。僕、リットってんだ。話す。リット、僕いろいろ知ってるんだよ。じゃあ話してみて。いやいやいや、なんか欲しがってんじゃないの、これせんべい欲しがってんじゃないの。写真見せようか。あ、僕知ってる。オニールシャケイヨだ。オブコニア事件の生き残りなんだよね。家、あっはっはっは、私はただの家だ。別の家で試そうね。いや、もっとなんか教えてくれないの。これせんべい欲しがってるよな。あ、でもキャラメルもまだ残ってんの。一箱は渡さなかったんだ。せんべい、他にいいものない。キャラメル好きなのか。他にいいものない。あ、雑誌が少しいの。あ、僕知ってる。レッドクラウドってひどいやつなんだよね。父親なんだかな。写真、なんか欲しいものが違うのかな、この子。僕いろいろ知ってるんだよ。わ、なんか欲しがってるな、これ。リット違うものを欲しがってるんじゃないの。何かを見せた方がいいと思うな。うん、そうだよね。ちょっと待ってね。雑誌だよな。あ、それだけ？なんかちょっと物足り、なんかが足りない気がするね、ここね。またもう一回、あ、見る地図。あ、これ違うな。これ以上はなんか何もなさそうだよね。オッケー、また来ましょう、ここはね。リット君のとこはどんどん行こう。さあ、全部で9つだから半分は行きたいね、今回。N の80ね。80の E の20。いや、地図便利ですね。さあ、どこだ。おお、洒落た家に素敵なお姉さんが日光浴をしていた。お、セクシーですね。こんにちは。いい天気ですね。あら、どなたかしら。もう一回話すか。ゴールドって旅のものなんすけど、私ネイさんっていうの。ネイでいいわよ、ゴールド。道にでも迷ったの。ネイさん、
あ、これ以上は進まない。 OK、 じゃあ写真を見せるか。見せる写真。え、人を探してるの？これオニールシャケイオじゃない？オーコニア事件の生き残りでしょ？そうなんですよ。あー、話進まないか。見るお姉さん結構美人だぜ。家、じゃれた家だね。お茶でもしたいな。待って、せんべい見せようか。私子供じゃないわ。そうだよね、雑誌。え、この記事知ってるわよ。レッドクラウドって悪いやつなんだよね。そうだ、オニールのお母さんでウォン・シャケイオってのが N90 の E110 にいるはずよ。あ、 N-90。 何か知ってるかもよ。オニールの母がいるの？ということで今回はここで区切りたいと思います。次回オニールの母に会いに行きたいと思います。それではまた、さよなら。